おお。すげえ。なんかダンジョン出てきた。大丈夫か。悪いがこの城には人間以外は入れない。かわいい。幼女残すの？なんかフード的なやつないのかな。フード。あー、それじゃお前を見張れない。話が違う。入れないというか人間以外が入ると危険なんだ。なんかフード的なもん。あ、俺のエンゼル棒でいいんじゃないか。ガルミ、これ持って。何？なんだこれ。人間の手先。なんだ、幼女と幼女のやり取りかわいすぎだろ。エルジュも持って。あ、オンラインは仲間にならないんだって。みんなオフライン買った方がいいよ。めちゃくちゃかわいいよ。これでエルジュの見聞きしたことがガルミーに見えるし聞こえるの。これだけのために買ってもいいかもしれない。え、あ、本当だ。なんかすごい。エルフすごい。かわいい。おお、かわいすぎだろ。まあ僕の後ろ、まあ僕に後ろぐらいことはないからな。そっちがいいならそれで構わない。かわいい。私たちは外で待ってるから。ああ、それでしっかり見張っててくれ。ああ、離れちゃった。あそこでセーブして一生あれ遊べるようにしとこうかな。ここで一回セーブして出そうと出れんのかな。こいつ魔物なんじゃんねえ。あ、こいつダメなん。魔物か。紫のほら出てくんじゃね。から聞いた。この城は彼らの城だったんだな。このままでは戦争が始まる。リーダーのガミルゴはオーガたちを率いてこの城を奪い返しに来るって。なんかちょっと成長したな、エルジュ。わざわざそれを伝えに戻ったのか。ご苦労なことだが、あの程度の数のオーガなど恐るるに足らん。降りかかる火の粉は払うまで。何なんだろうね、こいつ。誰だ、魔物か。やっぱりすぐにこの城をオーガに返還するんだ。今は種族同士で争っている時ではない。これ何なの。お人間はどっから来た。説教か。まるで。ああ、やっぱり。おいおい、ベルンハルト殺されたんじゃねえのこれ。確かにお前の言う通り、私はこのグレンジョを武力で奪った。そして水を独占し、人間以外の種族の多くのものを死に至らしめたのも私だ。しかしお前たちに私が責められるか。なんだこれ、ドルモアみたいな名前しやがってよ。残された水はわずかだった。あのまま何もせずにいれば共倒れになると分かりきっていたのだ。私は人間を束ねる者として同族を守ることを優先した。理想より大事なものが私にはあったのだ。こいつにはこいつの正義があったってやつですか。ふざけるな。大事なものがあるのは誰だって思った。おい、エルジュ、エルジュ、よく言った。もう一度言う。城を返還しろ、城堂は。ここは僕たち人間の城ではない。エルジュ成長した。よく言った、エルジュ。物の頼み方も知らんのだな。要求があるのならまず頭を下げよ、エルジュ。お前の子供じみた正義感など聞きたくもない。だがそれでも人に何かを頼むのなら、まずは相応の誠意を見せるのが筋だ。分かった、エルジュ。この場で私に頭を下げ、生涯の服従を誓え。父とは違い、信念のためなら誇りをも捨てられる人間だと。エルジュ、分かった。この場で示してみせよう。そこをどぐんだ、エルジュ。話しても分からん人間がいる。そんなことできるものか。お前に服従など死んでも誓わない。なんだなんだなんだ。シオドア様にご報告です。レイダメテスの加工は全く収まる様子がありません。我々の光の防壁もすでに限界かと。あ、こいつらがやったわけではないのか。なんだと。あれは何なんだろうな。見たことか。お前の計画じゃ何も解決しない。父さんは間違ってなかったんだ。ラピュタみたいなセリフだな。
急なラピュタ感が。うぬぼれるな。たとえ継承の儀を終えても、お前のハジャブネごときではレイダメテスにたどり着くことすらできん。え、あれなんなん、あれ焼かれるんでしょ。だって城の外に来てくれ。あのエルフとオーガも交えて話があるんだ。かっこよ。おい、なんか急に主人公みたいになってんじゃん。エルジュが急に主人公になったけん。え、どうなのこっから。あいつ、あの人間、ガルミいいな。でもか、じゃあどうしよう、トボトボしてる。あ、二人仲間になった。来てくれたか。おい、ガキンチョしかいねえじゃねえかよ。はあ、アップだ。バカかお前、バカだろお前。おい人間、お前は本当を知って自分の王に逆らったな。なんで喧嘩するんだよ。なんで自分の王と喧嘩するんだよ、僕たちのために。ね、いいね。そうそう、こういう動き欲しいのよ、 2D で。結局説得できてないし。ああ、そうそう、悪かったな。 3D のにもいいけど、やっぱこれでいいと思う俺。でも潮道を説得するなんてどうせできっこない。僕らだけでレイダーメテスに突入しよう。最後の継承の儀は諦めて今の力のまま飛ぶんだ。いや、お前何もできねえじゃねえか。ランドン山脈の山頂がレイダーメテスの通り道になっていたのを覚えているか。あそこからレイダーメテスに向けてハジャブネを飛ばすんだ。あの高さからなら僕のハジャブネでも届くかもしれない。いや、焼き尽くされるんじゃないんですか。前に父さんが言っていた、あの炎の中にいる守護者を撃てばレイダーメテスは力を失うはずだと。レイダーメテスって何なんだろうね。これは何なの、あの。君と旅して分かったんだ。君だって。え、僕は非力で。待ってくれよ。そんな相手を倒せる力なんてない。だから君と、そして姫やガルミ、この通りだ。いや、これでいいよね。あの 3D のもいいけど、やっぱ 2D のこれでいい。俺その守護者と戦ってほしい。僕を信じて、おお、貸してくれ。ごめんな、俺も大人げなかった。剣を抜けとか言って本当申し訳なかった。この上、こんな無茶なこと。なんで幼女ばっかって行くんよ。畜生、人間のくせに。なんで、なんで。もう惚れ通るの、惚れ。あなたの計画めちゃくちゃ。でも、だからこそやらなくちゃ。私は多分、この時のために。あ、そうだ、忘れた。幼女幼女言ってくるレベル変わらんかったわ。一緒に行こう。私最後までこの子の力になりたいの。いいね。手を貸してくれるんだ。いや、いい、選べなかった。おい、めちゃくちゃいいじゃん。中にどんな危険が潜んでいるかわからない。でも僕は必ず君を助けに行く。やばい、止められない。どうしよう。朝まで行く。みんな付き合ってくれる。明日寝不足で頑張れる。ランドン山脈の山頂で。なんで先に行くんだよ。からな。な、一緒に行こうぜ。お、一緒に。おーっと、あの土下座に男を見た。本当だね。そうだね、子供の土下座。よし、俺が救うしかない。アルメ、来てくれたか。来てくれたか。次にレイダーメテスがやってくる。それまでここで待とう。 2D、 あ、転生やった、会えた、おめでとうございます。もう 2D のイベントシーンで俺全然いいと思うんだけど、思わん。これでいいよ。 3D もまあいいんだけど。みんな、こんな時に話すことでもないけど、少し聞いてくれないか。畳みかけてくるぞ、エルジュの好感度上げが。人に認めてもらいたくて必死だ。ああ、もう好感度上げが。その気持ちだけで今まで生きてきたんだ。だから少しでも反対されると我慢できない。そんな言うほど生きてないだろお前。自分は誰にも必要とされてないんじゃないかとさえ思えた。いや、そんな大人じゃなかろう。けど
君たちと旅をして君たち少し分かった気がする。さ、10分1時間前にはお前とか言ったのに。本当の誇りとはそんなことで失われるような安っぽいものじゃない。大丈夫かな、幼女たち、いや重たいと思ってないかな。だから僕はそんな30分ぐらいで当てやって僕にできることをする。分かるけど、父さんの意志を継いで世界中で苦しむみんなのためにだってだっておい人間、ちゃんちゃん的なことが本当にこれでいいのか。何が？僕はこれが正しいと思ったんだ。人間もエルフもオーガも関係なく救うには。これじゃ最後まで見届けたくなるじゃんか。ガルミーってオンラインだと何なの？人間と他の種族が争いながら別々にレイダメテスに抗うより面白そうな未来でしょ。これいいのかな、この幼女はキャラとしていいのかな。つまらない意地を張り合ったままじゃ未来は。ちょっとオンライン勢教えて。私たち子供が先頭に立って手を取り合うの、それが行き詰まった未来を変える。でも最終回じゃないこれ。私が夢で聞いた天の声が言いたかったのは、ね、多分こういうこと。わかった。いないんだ。僕一人が謝っても意味はないかもしれないが、すまなかった。レイダーメテスの守護者を倒して、一緒に未来を作ろう。やばいじゃん、めちゃくちゃ。そのために一緒に来てくれ。どうしたんよ。お父さん超喜んでるぞ。僕はまだ人間なんか信じない。だけど人間、お前の進む先を見てみたい。みんなで一緒に見に行こう、私たちの未来を。ね、俺のこと忘れてないか。うわー、来た来たぞ、レイダメテスだ。レイダメテスが何なのかがようわからんのけど、なんかあんのかな、こう魔法なんかな。戦い、あと少し。かっこよ。めちゃめちゃ空気なんだけど俺。今だ。いけるのかい？いけるの、やれるのかエルジュ。頑張れエルジュ。またこの船がセンスあるよ。エルジュ頑張れ、エルジュ。やばい、もう自然とエルジュのこと応援してる。みんな今だ、早く乗れ。お、乗った。エルジュは来ない、来ないんかい。いやいや、来ないんかい。いや、来ないんかい。いや、エルジュ来んかったけど。すげえ。いや、溶けてもうてる。え、なになに、おお。すげえ、なんかダンジョン出てきた。死ぬなエルジュ。やばい。みんな、僕も戦うから。あそこに見せておく。帰るときに、出るときに いるんじゃないの。じゃあそういうこと。やばい、終われない。どうしよう、終われない。やばい、カジノ行かなきゃいけないの。いや、どうしよう、終われない。すげえ。あ、これ戻れんのかな。すげえ、これ半分らしいぜ。これ戻れんのかな。これオートセーブ、オートセーブ。これ戻れんの。戻っていけ、ちょっと戻、え、戻、え、いや出れん、出たあかんね。すげえ。さあ、マップ
ップから一気真ん中のなんか真ん中の、おっと、あ、エリアチェンジあるね。エリアチェンジある。なこれどこだ、これなん、これ最後なんだろうね、なんかあんのかな、あれなんか後から来るってこと、え、なんか一回一回なんかあの炎を守ってんのかなってこと、ってこと、こういうこと、まあ行こう、行きます。さあこれをなんか炎を一個ずつ倒していったら炎消えるとか、そういうことなのかな、守ってる的なやつなのかな、そういうこと、戦う花吹雪、やばい、なんか急にオシャンティーの方でいっぱい使ってくるんだけど、たまに熟考上で早っ、強っ、やばいね、若干強いんだけど、急に強いんだけど、重薬草強え強え、ベホミナス、この子ベホミしてくれんのね、よし俺戦おう、じゃあ任せた、メラ強え、地獄の猛毒の霧、頼むよ、ナイス、あカブト割り頼むよ、ドン、いい、ナイス、頼むよ、花吹雪、それ何だ、何の効果があるのねえ、やだ、あ、幻か、マヌーサか、114114、仲間をよ、おお、ベホイミスなんかえげつないのが来るかと思ったら、いや案外めんどくせえのかな、案外扇の前、いいね、どっちを先に、いや30って何、いいよ、ほらまた毒、うわーちょっと待って、おお自分もこう、まあ、ちょっと待ってくれ、いやどうしよっかな、まあこっちやな90、ちょっと待った、やっぱ強いな、ちょっと強いね、やばい、ちょっと強い、ちょっとやっとなんか歯ごたえのある敵が、じゃあ若干ちょっとね、毒って勝手に、おお子供した、 HP がちょっと多いね、 HP が思いのほか、これあれなのかな、倒したらまた呼ぶパティンかな、166ナイスの前にちょっと猛毒の、やばい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 、猛毒がやばい、めんどくさいのかもしれない、227、あ、でもベホマラ呼んでくれるんだよね、なかったっけ、あ、どうもこんばんです、どうもどうも、ちょっと、おお痛い、いやー攻撃していかないとダメなんじゃないかこれねえねえ、頼むよ、威力下がったらベホマラ、よし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 、ナイス、養女ヒメアちゃん強いな、11161、メラミン、もう2回呼ぶ、またなんか2回的な、2回ちょっとカブト割り、頼むよ、これさ回復するとこあるのかな、いやーみんな猛毒ダメージがベホマラ優秀、これあれなのかな、俺が回復役とかの方が安定していくのかな、今後めちゃめちゃ小玉が強い、おい小玉強すぎだろねえ、ちょっと小玉強すぎない、なんかめちゃめちゃ小玉ってんだけど、頑張って、ベホマラありがとう、ベホマラもチートやし、強っメラミ、あ小玉しない、ちょっとマジン切りでいいんじゃないですか、頼む、あ、また怒ってた、ロストアタック、やばい、やっロスとベホマラ、いいよいいよ、いいねいいね、回復、もうこの子めちゃめちゃいいんだけど、2回受けるようになった、そして俺よりも頭がいい、ロストアタ、はじ、やばい、ダメよ、すげえ賢いんだけどね、姫ちゃんとカルミが優秀すぎん、ちょっとね、めちゃめちゃ優秀なんだけど、おー、あぶね、あぶね、ちょっと歯ごたえありすぎじゃない、ちょっと食べよ、よしよしよし、強ねえ、強いんだけどねえ、強、そして1200ちょっとで、これを消すのかねえ、1200ちょっとで若干ちょっとねえ、あの強さではちょっと低く見積もりすぎじゃないですか、なるほどな、
これを。ってことはちゃんと探索しないとダメじゃんと。よし行こう。え、また同じやつ。やばい、一回また現世に戻らにはならんかもしれん。スーパーハイテンション、おい、必殺技がいい、入る効かん、強くする、早いわ、いいね、ガルミーちゃんいいよね、カブト割り。え、また目本意味、え、また同じ 3体、門番が3人なのかな、おうまい、でででででで、メラミー、もう一回言う、なあのパーセンテージはちょっと低いのかな、カブト割り120、しつこしたりだ、え、入ったかな、1回目入ったごめんだからごめんちょっと言っちゃったけど分からなかった、メラミーもう一回、あ、来ない、カブト割りで1回目入ってた、はい、全然見なかった、もうやめてないのよそれ、くーやられ、そうか、これ俺だけでいいのか、頼むよ、チャカ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 、来ないね、2回来ないね今回。35特技、あー、なんか中身全然読まないね、頑張って、もう1回、2回入ったからいいか、蒼天魔山にするか、ありがとう姫やちゃん、有能すぎだろね、過去にはあとでも来れます、このダンジョン、そう、このダンジョンに来れるかどうかが一番肝心な、肝心なところよ。144 38、グラス武器いいよね、あ、おくろくしゃ、どうもです、こんばんはです、皆さんこんにちは、です、どうも、メラミ、もう一回ぐらい行ってもいいんじゃよ、もう一回ぐらい行ってもいいんじゃよ、お、今回呼ばないね、138 44、癒します、ナイスナイス、ベホマラちょっと強いな、ベホマラちょっと強いな、メラミ、なんかあれかな、ちょっと特技、いや、もう、おー、待って、あれ結構今回もう思いのほか、まさかよ、なんだメラミすごいよな、あれで、あの風貌で目魔法つ、よっしゃ、こだました、強し、ナイス、僕の勝ちだ、ナイス、かわいい、レベル上がってくんないかな、俺毒、このダンジョンは一度きりなんだ、宝箱を共有するダンジョンでなかなか難しいですね。にやかにやかめず、ちょっと待って、あれあと1個どこだ、来た、え、いた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 、ごめんちょっと待って、ちょ、マジ喉飴舐めてくる、なんか喉の調子、戦う時このツッコミ方が一番いいしこれ。体当たり、ただいまです、どうも、皆さんこっちはこんまです、どうも、よし行こう。ちょっと若干喉の調子が若干2倍のやつ、2回やつってあれなのかな、何回でもやっぱちょっとあれかな、ちょっと暑かったから顔にあのセンプルつけてたかもしれない、守備力下げた、戻ってんだからね、来たー、来ちゃった、呼ばれちゃった、この門番が一応最後になるのかな、不気味な光、魔法の耐性を下げた、この子、この子かわいすぎだ、この幼女たまらんぞ、キャブと割り、やっぱ MP が若干、まあいいや、これあれだね、俺が、うわやばい、俺が僧侶とかでも多分倒してくれるような設定になってんじゃない、この2人がいることによって、どりゃ234、めちゃくちゃ強いんだけどね、ね、ガルミちゃんめちゃくちゃ強い、おい、ガルミちゃん強すぎんか、ちょっとめちゃめちゃ強いんだけどね、500ぐらいダメージ与えてんだけど、めちゃめちゃ、癒します、ナイス、ちょっと今から言っちゃいけないこと言っていいですか。ね、いいですか、俺いなくてもこの2人でどうにかなるんじゃねっていう。ね、この2人でも救えたんじゃないかっていう説が若干ちょっとありませんか、だってこの2人で MP えげつないじゃないですか、回復もできるし魔法も使えるし、
物理には魔法ねえねえちょ思わ俺もしいらないのいらなくてこの幼女だけでもこの世界守られたのかも。頑張って。強いでしょこの2人。俺ほんと防御力下げるぐらいしか脳がないんだけど今現在この幼女がスペックが高すぎだろ。高すぎだろこの。よっしゃ攻めてうわすげえもう幅吹雪や強え。これでも暗い。この2匹ほ…ごめん言葉がある。おい2匹言うなよ。この2人連れて帰りたい。ぬいぐるみにして持って帰りたいぐらいだよ。ほらすごいじゃん。ベホインベホマラってもう最強じゃん。え多分上位色だよね。 MP が似合い。そんなことどもりすぎじゃろがい。頑張って。ありがとう。すげえ。こっからボスが入んのかな。メラミク2回ぐらいいくでしょ多分。こらかいきます。さあせめて主人公である俺のいいところ。よっしゃ。イオライオラが強いところまだやばい。僕が一番です申し訳ない。で僕の方が年上 なのにもかかわらず来た。最後だ。最初の炎のとこ行こうか。めちゃめちゃでこれが終わってさあボスでここから行けるってこと。おお行けた行けた。最初の宝箱見に行っていい。ごめんちょっと行ってきていい。さあボス戦だ。真面目に行こうぜ。おい真面目じゃなかったんかい。よし行こう。いやーおーやばい。ケンケンおじさんがいる。あれは来ろう。あれは来るな。あのケンケンおじさん一回戦いたい。ねえこっち行けないね。こっち行けないね。ケンケンおじさん来るやろこれ。ほい来た。うわ怖っ。ケンケン、お、ケンケン、おじさん。俺もケンケンしてこ。俺も同じようにケン。なんだ。おい、ザコなのかザコじゃないのかなんだかちょっと。すげえエリアじゃん。めちゃめちゃかっこよくないか。おい、待ってくれよ。お前。ちょっと待ってくれよ。お前まさか動くんじゃなかろうな。動かんな、オッケー。え、なんだろう。お前なんか音。いや戦うかじゃん。わからん。かわいそうじゃん。ずっと待ってるかもしれないじゃん。10年ぐらい待ってたかもしれない。サタンメール不意をついた。これこの子だっけ。ねえこの子だっけ。なんか落とすとか後からほどってないし。らしい。ありがとう。アホからで、ね、アホほど手に入るの嘘でしょ。それは言い過ぎじゃろな。アホほどは手に入らんだろう。そんな貴重なもん。あ出た魔法の鎧の秘密。おーレシピだ。おーすげえ。ねえレアなんじゃね。ねえうわーすげえ。おい地獄の門番みたいに出てきたんだけど。地獄のはい地獄の門番出てきたんだけど、いけるのかこれ。さあ勝てるかな。さあ何ですかボス。ねえなんだ。おなんだこいつ。我が名はラズバー。え神殿レイダメテスの守護者。わからん。人間よ、メイドの土産に教えてもう記憶がない。神殿レイダメテスは死者の魂を糧としている。ほう。地上を焼き尽くし
死んでいった者の魂を吸収し力を蓄えているのだ。だから殺してるってこと？いずれ力を満たしたレイダネテス、我らの王を生み出す。我らの王、その時世界は暗黒の時代を迎えるである。これネルゲルとはまたちょっと違うのかしら。人間、世界を救うなどというくだらぬ希望に己の命を懸けたことを後悔するが。ねえ、ちょっと強そうなんだけどねえ、希望、そうだ、希望だ、希望になら僕の命を懸けられる。かっこよ。ねえ、なんでこんな幼女と大人たち何をしているの？守護者さん、ヤブヘビだったね。逆にすべきこと見えてきちゃった。賢っ、賢っ、姫やちゃん賢っ、姫やちゃん賢いんだけど。おお、ちょっとかっこいいな。魔王っぽいね。タクトには出てないよね、まだね。魔法使いと同じように。え？貴様も我が灼熱の炎で魂もろとも焼き尽くしてやろう。パパ来てたらしいぞ。パパは来てたんだ。ここまで一応来たんだ。でも負けちゃったんだ。敵を撃とう。エンジュの敵を。かっこいい、かっけ。うわー、かっこ、あ、かっこいい。あ、めちゃくちゃかっけ、かっこよくない？ただ問題を戦います。花吹雪、物理系か。ミス。強くする、強くする。いいね、いいね。よし、行こう。40。いやー、まあまあ、2回攻撃で3人で挑んでる俺らが言っちゃいけないが、くっそずりーじゃねえかお前。60下げたりなし。いいよいいよいいよ。ベホイミー、いいねいいね。早めの回復大事よ。やめろよ。110ね。いこう。おお、かっけ。うわ、ちょっとかっこよ。おおおお、怒れ怒れ。怒ったとてやけど、怒ったところでやけど、カウント割りが強くなったんだよ俺ね。あ、ほんと強く強くなってる。頑張れ幼女隊。幼女隊がヒャダルコ。じゃあもう一回いける、もう一回いける。おー、おい、やばい。ベホマラ来るかな。いや、いや、ぼ、うわ、どうする、回復するか。でも回復ってお前、いや、条約層しか持ってねえじゃねえかよ。攻撃、攻撃ある。200、いいダメージだ。いや、しまー、ナイス、ありがとう。いいよいいよ、努力入る。おーし、よし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 、シャダルコ、よし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 、いいね。 2D めちゃめちゃ良くない？うわー、やばい、いや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 、いやー、行こう。あー、ターブラっていたな。ターブラってすぐいたな。こんなになったような気がする。 MP 大丈夫かな、ヒャダルコ。幼女隊の MP がえげつないんだけど。うわー、強い。女子どもにも容赦ねえなこいつ。蒼天魔山、うん、135、癒します。いいね。でもこの中守護者なんとかっていうのはやっぱ立ち振る舞いからしてかっこいいな。かっこよくない？これなんだろうね。俺初めて見たわけじゃないけど。うわー、やばい、やめて。ファイヤーバーグ、なんだ。おお、ちょっとなんかえげつない。おお、やばい、やばい。初めてボス戦で死ぬんじゃないか俺。やばい、いやー、立ち上がって。やばい、ちょっと待って。今死んじゃ一番まずいのはようやくさな、こっちな。やば、強っ。おい、強いやないか。立ち上がって、ナイスナイス。目まで、よしよしよし、こー怖え。強っ、不気味な。よしよし、やぶなかった。2回攻撃ずるくない？おい、幼女相手に2回攻撃とはどう。あー、でもオレンジだ。いけいけ、ゴー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 、一丸ゴー。ベホマラー、一回ベホマラー来る。よし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 、助けました。幼女強すぎね、ちょっとね。よし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 、危ない危ない。よしよしよし、
様子を見ている。おいおいおいおお危ね。おいちょっと右ストレートがよし一回だけなんか余裕ぶっこいたんだけど、その余裕が命取りだなラズバーン。おいなんか一回余裕ぶっこいたなあいつ。助かったぜあれ助かった。同じやつに2回攻撃しないあたりがまだちょっと優しくないねえねえやっぱりちょっとドラケって運ゲー的なとこあるじゃんねえ。あロストだな。おっおしみなく使うごめんロストアタック忘れたわすいませんロストアタック忘れました。なぜ今回復させたか知ってますか。やっぱりね一緒に倒したいじゃないですか一緒に倒おお2回来た2回来た。頼むよ頼むよ。ヒューザーいないんだから。おおミスか。ヒューザーいないんだからさ頼むよ。危なかった。あぶねえ危なあ。さっきのなんだかわけのわからん必殺だったってなんか火の玉投げてくるの60。いや待った。ちょっとんいやまな。なんかちょっと急に防御力ムッキムキになったんだけど。ムッキムッ。おおナイスいいね。たたずまいが紳士なんよ。わあそれ痛い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 。それあ待ったねえ。なんかさ会心というか通行の時だけなんかモーション違わない。なんでだろう。よーし見たかヒューさん。お前がいなかったらこんなもんだこっちは。よし来た。ラズマン倒した。3000レベル上がらんのかな。まあヒューザーさえいなきゃこんなもんですよ倒した。でもかっこいい。ちょっと今まで見たボスの中で一番いい。よくない。かっこない。おー泣くなよ泣いてるわけじゃないか。あれが人間ごときに破れるとは。かっこよかった。だが手遅れだったな人間よ。ごめん変な声出た神殿レイダメテスは地上を焼き尽くし、すでに十分な量の死者の魂を吸収した。やばい。こっからどうなる。かっけえ。これ HD じゃないのかな。すごいよね。この目で見ることはかなわぬが、我らの王の誕生は。誰王って誰のこと。ネルゲル。名付けられたのだ。ネルゲル誰のこと。うわあ待って。じゃあちゃんだ。うわあやばい。あだな。ネルゲルの肩パッドっぽい色してたね。ね、ネルゲルの肩パッドっぽく色してなかった今。あの緑色のあれのこと。これがネルゲルなの。ちょ、わからん。あ、落ちてしまう。ねえ、なんだなんだ。なんでぞ。ミイラの。わあ、オリジナルカットじゃないのこれ。かわいい。これでいいよ。俺これでいいよ。2D なんだから、こういうシーンだけでいいと思う。3D のグラフィック、まあいいけど。俺の名前呼んでくれんのかい。おお、使いこなしてる。俺は。乗ったね。ふざけた帽子かぶりやがって。お前がかぶってるんだろうって話だけど。ナイス素晴らしい。覚醒したね。大丈夫か。頑張れ。おお。すげえやり遂げたんだけどねえ。いやこれとんでもないことなんじゃないのこれ。あの破片がねえ。あ、これが
これがネルゲル？ほら、固まったもん、ほら。ねえ。固まったとかわからんけど。間に合ってよかった。君たちがレイダメテスに行っている間に、ガミルゴの継承の業を終わらせてきたんだ。有能すぎんだろう。とうとう、やったんだ。すげえ。ヨージョーズが、ねえ。前回の動画じゃボロカス言われてたこのエルジュが雨だ。あ、雨降ってなかったってこと？恵みの？そうだよね、水がなかったんだもんね。降ってきたね。いいね、いいね、いいシーンだね。水で困ったわけだから。すげえ、やっと第一を。なんか水晶玉みたいなの触りながら、うーん、操ってる。おお、ねえ、一番最初の賢者って名前なんてとか覚えてない？誰か教えて。ねえ、放浪じゃない方の賢者。なんだったっけ、誰だったっけ。あ、やば、ありがとう。喉の調子よく戻った。あの、扇風機の、ほら、ちっちゃい扇風機、あの、口に向けてたからダメだったらみたい。すげえ、エルジ帰ってきた。ちょっと待って、これ帰ってきたはいいけど、見ろよ、すごい出迎えだ。おい、大丈夫かエルジュ。もういつかは疑ったけど、今なら信じられる。君は本当に未来から。いつでも帰ってこれんのかな。未来から、未来から。大丈夫か、お前が寝てしもうたら。いやー、この船は、いやいやいや、そういうことやろ。え、死ぬ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 、いけない。え、ホステイル。もうそんなんでやなったら手伝ってくれよ、ホステイル。おお、できた。幼女だけで。あ、エイドっすか、ありがとう。すげえ、これ3人でどうにかなったんじゃないのか。おー、坊ちゃん頑張ったね。もう今嫌いな人はいないでしょう。すげえ、幼女だけで。あ、坊ちゃん大丈夫ですか。すごくない。大丈夫だよ。レイダメテスは海に沈みました。やりましたね。海に沈んだってことはなくなったわけではないってこと。みんな戻ったか。お前がレイダメテスへ飛び立った後、エルジュが私の元に来たのだ。お前まさかここから急にいいやつに。エルジュはレイダメテスの中に入ったお前たちを助けるために継承の儀を受け、未来を開くためレイダメテスの中に入った人間と、まさかこいつオーガのためにここに来て、そしていいやつにキャラ変。そのために深く頭を下げ、私に生涯の服従を誓ったのだ。え、そのエルジの姿を、助け合い信頼し合うお前たちを見て、私もようやく目が覚めた。いや、それは許さん。いや、それは違うぞ。お前だけは違う。人間だけが生き残ればいいのではない。いや、我らは種族を超えて手を取り合い、危機と戦わねばならない。いや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 、お前は違うと思う。私はお前たちにかけることにした。そしてエルジの継承の儀のために、オーガに城を返還すると決めたのだ。そりゃそうじゃん。それで塩童話様と坊ちゃんを先頭に荒野の集落までみんなで行って、そりゃもう大騒ぎだったんですよ。ああ、一応裏で裏活動してたってこと。あん時は人間たちが先手を打って攻め込んできたのかと思ったぜ。でも死んだ人は蘇らんからな。
それで俺はエルジュに継承の儀をしてやったんだが、そこから先根性を見せたのはエルジュ自身だぜ。いや、ワンパンは入れさせてもらってよくないか。そっか、それぞれに正義はあるのか。見せてもらった。ベルンハルトのやつもきっと空の上で喜んでるだろうぜ。どこ帰って、お父様一体言ってたんだもんね。パパ、ただいま。ガルミ、え、ってことはパパもっと強いってことね。え、あ、外れちゃった。ガルミ、どうだ、少しは勉強に。なんだお前、顔つきが変わったな。そら世界救ったのも、いつも拗ねたみたいな顔してやがったのが、今はキラキラしてるぜ。ガルミゴさん、いや、お父さん、あのさ、ガルミちゃんを、今まで息苦しくて、だから目と耳を塞いでパパの言葉だけ聞いてた。この幼女が欲しい。でもヒメアが、エルジが苦しくない未来を見せてくれた。だから僕、自分の足で初めて全力で走り切れたんだ。かわいい。そうかそうか、よかったな、いい友達ができて。いやー、もうそ、お別れを言いに参りました。私たちエルフはエルトナ大陸へ戻ります。いや、ヤクルさん、いや、お母さん、いいですね、娘さんを立派に役目を果たしましたね。いい、素晴らしかった。ベホマラ使えるし、頭いいよねこの子。エルジュさん、そしてガルミ、私を信じてくれてありがとう。終わっちゃった、外れちゃった。このお札返す。この子たちはあれなのかな、親友になれるのかな。ううん、持ってて、それがあればいつでもお話できるの。仲良くなるのかな。いいいいね、いい話だ。ただ俺がふざけた帽子かぶってるけど。僕も持ったままでいいのかな。もっとけ。あ、いい、かわいい、かわいい。もちろん。海に沈んだ太陽、レイダメテス、あの正体が何であったのかは、沈んだってことか。私にも分かりません。未来でなんかあんのかな、地底湖とかにあったりするのかな。大いなる闇が見えます。これはまだ終わりではなく、いや、お母さん綺麗でね、お母様。私はそんな気がしてならないのです。いや、よかった。いつでも会えるの。過去編ってまた過去の物語ちょっとあんのかな。フクランド大陸に戻る。うん、君たちのことは死に残し語り継ごう。これはフラグじゃない。何十年、何百年、そういうことですか、フォステールさん。なぜだろうな、君とは不思議な運命を感じるんだ。毛量えげつないな、あの子。すげえ。話したいことが。今のはフラグじゃない。ね、未来で過去にこんなことあったみたいな。僕の部屋まで来てくれないか。うん、ただ問題が、多分この子が一番短命なんじゃないか、人間だから。ああ、またいつでも来れるんだ、便利だな。父さん、なんだよ、もう来てたのか。え、嫌なとこ見られた。ああ、父さんに挨拶。改めてお礼を言わせてくれ、本当にありがとう。おお。僕はこれまで誇りという言葉の意味を理解していなかった気がするんだ。誇り、本当の誇りとは、成長したな。頭を下げて失われるようなものじゃない。人に笑われて傷つくものでもない。ね、成長しすぎじゃないか。ちょっと見てる見ないで、ちょっとこの言葉俺たちに響く。誇りとは、ね、何かを信じて、俺たちにも響く。僕は君を信じたから何も怖くなかった。頭を下げることも人に笑われることもどうでもよかった。めちゃめちゃいいや。
君はハジャブネの術を途絶えさせないようにしてほしいと言っていたな。いつかは疑ってしまったけど、今は信じるよ。君が500年先の未来から。これは何？あの春菜が受け継いでくれてんの？これは終わりではなく始まり。エルフのヤクルはそう言っていた。君の生きる時代、500年後の世界で、ハジャブネの術が必要になる何かが起きるんだろう。すげえ、みんな謝っといて、エルジュに。約束するよ。ハジャブネの術は子子孫孫まで受け継いで、必ず君の時代へ届けてみせる。ありがとう。かっけえ。君も約束しろ。未来で待ってる。未来で待っててちょうだいか。君と僕はずっと友達だ。急成長しすぎちゃった。時を超えてでも助けに行くからな。いや、あのお前もさっき幼女が欲しい。お前のな、お前英雄だろ多分。へえ、いや、いい話じゃった。